S A G A 佐賀ありがとうです江頭さん、おお、今日はついに佐賀に帰ってきました。江頭さん、おお、後ろは俺の母校神崎高校です。今こちら、まあ、旧校舎でもう移転しているということらしいんですが、江頭さんはここに通っていたと。自転車で通ってたよ。でどれくらいぶりですか、佐賀帰ってくるのは。1年半ぶりだね。本当は、はい、もっと早く映画チャンネルで行きたかったんだけど、うん、やっとみんなで来れたね。来れましたね。なんかちょっとブリーフ団と一緒に江頭さんの母校の前にいるってちょっと感慨深いものありますね。なんか胸熱。で昨日はそう、はい、実は、はい、実家に帰って墓参りしてきたんだよ。あ、みたいですね、うん、俺 M と一緒に帰ったんだけど。M も一緒に実家帰ったみたいですね。うん、はい、90歳になる、はい、うちの初代母ちゃん、はい、帰りに、はい、海苔持って帰らんね、持って帰らんねって M に出すんだよ。あ、じゃあもらって。いや僕も、いや、いただきますって言うんですけど、うん、江頭さんがなんか恥ずかしがって、いやもういいよいいよって言ったんだよ。あ、じゃあもらってこず。もらえず残念ですよ。じゃあ江頭さん、おう、ちょっともう早速ですが、うん、佐賀凱旋ツアーもう行きますか。ちょっと行こう。はい、はい、まずね、はい、俺が連れて行きたいところがあるんだけど。あ、それはどこでしょう。俺が帰ったら、はい、よく行く店があるんだよ。お、そうなの。それはどういうお店。俺が高校の時に友達だったやつがやってる店。はいはい、お、そうなんですか。うん、っていうことは江頭さんの高校時代の同級生に会えるっていうことですか。そういうことになりますね。江頭さんの同級生とかが、うん、テレビとかこういうのに出るってあんまないですよね。いや、初だよ。初ですよね。うん、ちょっとじゃあこれは貴重な。どんな人なんですかね。だから江頭さんがあの中村徹っぽい。やめてー。イケメン美女愛伝説の。ちょっとやっぱり帰ろうか。いやいや、もうダメですよ。もうまあいいか、今日は佐賀スペシャルっていうことで。そうですよ、ちょっと行ってみようか。行きましょう。うわー、けど江頭さん、ここの道を通って通ってたんですか。そうなんだよ、ここ自転車で通ってたんだよ。全然違いますか。いや、結構一緒だね。へ、うん、実はね、はい、それともう一人、はい、会いたいやつがいるんだよ。あ、今日行ってましたね。そうなんだよ、はい、俺の友達に会った後に、はい、佐賀で会いに行きたいやつがいる。はいはいはい、サプライズで、はい、そいつん家に行こう。もうダマで。ダマで。ちなみにその人っていうのはどなたかっていうのは。それは、はい、後での、はい、お楽しみ。出た。じゃあちょっとそれは乞うご期待ということで。あそこ、はい、コンビニ、あのコンビニがセブンイレブンだったんだけど、はいはいはい、その衝撃はすごかったよ。セブンイレブンができた時の。この道が鳥栖まで続いてる34号線ですね。あ、そうなんですね。ここ通ってたんですか。いや、ここは車でよく通ってたね。パチンコ屋行くと思ってた。どうですか佐賀。いやー、いいねー。やっぱりのんびりしてるよね。うん、不思議ですね、なんか佐賀をブリーフ団として歩いてるって。なんかそうなんだよ。
なジロジロ見てるよただ誰かバレてない。そうだね、まだね。あれ、江頭さん、佐賀での人気大丈夫ですか？確かにやばい。今のところ車から声かけるみたいなのないですね、車通りが。おお、頑張れよ映画チャンネルの撮影だよ。映画チャンネル見てね。はい、うん、ありがとう。やっぱ懐かしいっすね。いや、懐かしいっすね。お、もうそろそろ着くよ。ここです、来ました。割烹竹下。おお、でかい。めちゃめちゃでかい店じゃないですか。ここまでだからね。ここが俺の高校の同級生の竹下ってやつが店を構えてるとこなんだよね。はいはいはい。当時からあったんですか？当時からあったね。学校さんがやってて。あ、そうなんだよね。で、学校が終わったら必ず自転車でみんなでここに集まって。近いですもんね。集まりますよね。お店だったら行ってみようか。お、すみません。おお久しぶり。俺の高校の同級生の竹下くんで、はい、どうもよろしくお願いします。わあ、やっぱり決まってるね。どれくらいぶりですか？3年ぐらい前に、うん、1回来たね。江頭さんって どんな感じだったんですか？楽しかったですよ。おい言うなよ。恥ずかしがり屋で。恥ずかしがり屋は当たってるね。そうなんです。うん、奥の方さん。あ、奥の方、奥の方です。あ、こっち。はい、オッケー。お邪魔します。いいよ、お邪魔します。はい、失礼します。失礼。お、おお、お偶然よ。偶然。どういうことよ。寄りたくなったけ寄ったって。寄りたくなったけ寄った。そしたらあんたが来た。どうぞ。ちょっと紹介します。はい、高校の時の同級生です。いやー、びっくりしたー。元気？いや、元気よ。毎日メール送ってるでしょ。ありがとうございます。はい、あ、ブリーフダウンもいっぱい来た。そうなんだ。あ、ちょっと、後で写真撮った。ちょっと待ってよ、ブリーフダウンの方が。ブリーフダウンの写真はいない。ブリーフダンの人と写真撮りたい。はい、江頭さん、やっぱり映画チャンネルの大ファンでいてくれてるんだよね。で、ブリーフダン、ブリーフダンって言うんだよ。紹介しまってもいいですか？世にまずね、ここが書道の先生。重松厚美ちゃん。重松厚美さん、書道が上手すぎて銀座で個展を開くこと。車中展ね。はいはい、で、それを俺、銀座で見に行くことがあって、はいはいはい、すごいうまいんですよ。でも、その重松厚美が言うには、はい、映画チャンネルでお尻習字書いてる。あれは大絶賛してくれた。先生から。そう、先生から。次は、ナコです。ナコです。ナコさん。俺の友達の彼女だったやつ。高校時代とか。そうそう、高校時代ですね。はいはいはい、で、毎日メールの交換してます。え、今でもですか？そうです。今仲いいんです。今の方が仲いいんです。そうですね。じゃあ LINE も交換されて。はい、江頭さんからどんな LINE が届くんですか？みんな一緒よね。おはよう。おはよう。出た。おはよう、ライン。田舎のじいちゃんばあちゃんが生きてるかどうか。生存確認。生存確認。生存確認。なるほど、みんなで。あまりにもこう、不足通り来るもんやけ、
これタイマーかなんかセットしてるのよ。おはよう、こんばんは、こんばんは、こんばんは、早いよね。おはよう、こんばんは、送ってるんですか、みんなに。そうなんだよ。ないですよ、ね、そして、大沢清。清って言ってます。はい。清に。あ、そうだ、そうだ。本出した。え、ちょっと紹介して。そうそう、本出しました。え、こういう本。キャラ診断。キャラ診断、キャラ診断。有名人にちゃんと絵頭に仕事ちゃう。あ、入ってます。絵頭さんの色もあるってこと？そうそう、色もあります。そして、こっちが、あの、中島陽次。陽次。陽次さん、はい、陽次さん、実は高校で一番面白かったんですよ。へ、うんって力出てきたような人です。江頭さんよりも、そう、俺がどんなに頑張っても、はい、俺は2番だったんだけど、はい、こっちが1番でした。へえ。どんな人ですか、高校時代とか。あ、いい人です。いい人ね。面白くないけど、うん、面白い。面白くなかったね。面白くなかったんですか。ただいい人だった。ただいい人。でも面白い人です。うん、なんか俺思ってるのはね、うん、誰かの延髄蹴りしたら自分が頭で脳震盪起こしたちょっとわかんない。アントニオ猪木に憧れてたじゃん。そうだね、人のね、延髄蹴りをよく知ってたんですよ。あ、そうだね。なんかあれですかね、昔の写真見ると、うん、ちょっとなんか江頭さんヤンキーっぽくて。超ヤンキーですよ。あ、車の写真。あ、持ってきてるよ、車の。江頭ちゃんの車の写真。あ、RX7。 おぉ、夜中、北急に行こうっつって、うん、福岡から北急に行った時の写真。俺福岡に住んでて、あ、一緒に住んでね、そこに遊びに結構行ってたもんね、その時。うわっ、そん時の写真。前髪がまだあります。これは車ですか、江頭さんの。江頭さんの車。ヤンキー。わっ、江頭さんヤンキーです。中村徹みたいな。ビーバップ感ありますね。あとね、これもあ、中村徹、中村徹か。隣に隣俺、おお、まだ髪があります。見て、おお、ちょっとこう比較してください。比較してください。ツーショットと、このツーショット。昭和57年高2の時の修学旅行。57年の、これお二人の。あ、二人じゃん。俺と二人。覚えてない。いや、覚えてるよ、覚えてる、覚えてる。いやで、ほら、二人ね。ちょっとやっぱり中村徹にイメージしてますよね、絶対。やっぱり中村徹。モテてました。モテてた。モテた。モテてたので、プレゼントを渡したことはあります。へぇ、おぉ、モテてたんでしょ。食べられたんだ。誕生日のプレゼントをあげた。おぉ、Q3 に行った時に、俺プロレスラーになるって言ったし。はい、アントニオ猪木のカバン持ちになるって言ったし。アントニオ猪木になる。大学隣に住んでて、一緒のアパートに住んでて。大学時代。そうそう、はいはいはい。野村アパートってね、1万5000円の風呂付き、食事、そうそう、そういうところに行って、アントニオ猪木が大好きやからね、行くって言ったら、いつの間芸人になってました。大学の時に俺は福岡住んどって、時々遊びに行って、でだんだん部屋からね、物がなくなってきた。あのテレビとかビデオとか、パチンコ屋。そうで、金がないもんやけ、七に入れてさ。その七に入れた金でパチンコです。そしたらとうとう来てがおらんもん。パチンコ大好きで、もういつも朝から。あのセブンね、そう、テレビの一回奥行きのあるやつ、あれを質屋に持って行って多分2000円ぐらいで、パチンコ売ってたんですよ。リモコン持っていくとプラス3000円になる。ええ、ちょっとあ、見せてよ。それなんだっけ。中学、中学なるわけやって。中学、俺、おい、知らんよ。高校の時は持ってる、持ってるよ、持ってる。江頭秀治、真面目な感じやね。本当？秀真面目やね。中学時代は何部だったんですか？陸上部ですね。中学時代は陸上部。写真の好きなんだよね。
走りしかできない。走りしかできない。簡単に。あそこに向かって走れって。ルールなしよ。楽なの。バイトの時間だと走っていく。そうそうそう。ひょろっとしますね。うん、あ、江頭さんの寄せ書き気になる。全然わからない。全然わからない。ちゃんとボケてるかな。文章残ってんの。なんて書いてます。なんて書いてる。バイバイ江頭。バイバイ。バイバイ秀春。秀春。あ、秀春。バイトの時間だぐらい書いてほしい。江頭さんがまあ芸人さんになって抱かれたくない男1位みたいな時とかあったじゃないですか。あの頃はどういう風になんか見られてたんですか。そんな感じ。あれ待ってるなって感じ。でもヒーローだった。でもあれあの時ヒーローだった。何でもいいから一番になってるんですよね。あ、そうですね。とりあえず有名になっとって。そうね。佐賀って有名人がいないからね。やっと有名人が出たんだよね。あ、じゃあもう江頭さんはヒーローとして。高校の時に芸人になりたいという噂を聞いてはね、すごく意外だったです。で、その時に同時に私がお友達とチャリで帰ってる時に、そのお友達が今日はねって、うちの家に大阪からいとこが遊びに来てるって。で、そのいとこがね、絶対芸人になるって言うんよねって言って、へーって言って、ここに芸人さん芸人さんと思って、今では2人とも、やべっち、やべっち、大物になっております。だからすごく印象的です。それがナイナイの矢部さんってことですか。やべっち、へー、まあ、それは後で聞きました。あちらは小学6年生だった。俺がめちゃイケやってた時に、矢部が俺の楽屋に来て、どこなんだよって。映画チャンネルはそしたら見ていただけてるんですか。見ました。もちろん。もちろん。モスバーガー。モスバーガーの店員。その昔ね、高校時代とか。そうそうそう、三田川っていうところの、はい、ボーリング場のところで、はい、モスバーガーがあったんですよ、はいはい、そこでずっとバイトしてたんですよ。高校時代ですか。高校時代。そう、それで、はい、照り焼きバーガーを頼んだら、はいはい、ハマっちゃったんですよ。そこで知ったんですね。そう、ボスの照り焼きを。それからもう照り焼き一本になったんですよ。そうだったんですね。ヒロが原因なんですよ。やっとルーツが。そう。僕モスバーガーしかなかったもんね。そう、モスバーガーしかマクドナルドなかった。なるほど。あとは、はい、映画チャンネルって言ったら、はい、この二人詳しいですよ。いやいや、怖い怖い怖い。もう毎回メール送ってくれる。あ、そうなんです。 LINE、うん、登録じゃあしてくれてるっていうことですか。はいはいはい、日課やもんね。見るのが日課。じゃあ好きなユーチューバーランキング1位みたいになったのもやっぱりご存知。あ、もちろん。もう来ました、メールで。メール来ました。嬉しい。YouTuber ランキング1位になりました。いつもおはよう以外にそれ。だから今日の回見てねとか。今日は面白いよとか。あ、そうなんですか。そんなことないんですよ。今日はこれマスが出るかなとか、ね、って紹介されるから。江頭さん、これは今とても恥ずかしいですよ。もう寂しいじゃん。だから俺から一斉送信した。ブリーフダウンもここにもね。じゃあブリーフダウン行きたいな。なんか映画チャンネルだ。そうだね。だから先生からこう目つけられてたりとかなかったですか。いや、全然全然。あれ、終わっちゃった。まあ、でも、いい話はあったじゃん。いい話ばっかりね。クラスマッチをやってましたよ。はい、ひでの男気の話ね、はい、で、1年生対3年生、はい、で、こうして言ったら1年生がちっちゃが投げた、うん、そしたら審判が、ボールで、そしたら一連のピッチャーが、はみたいな感じしたら、何審判みたいな。そしたら、
俺横さ、ベンチでこう見ってこうったら、いきなり出てこうったら、ポッとしたわけよ。ワンショットからのクロスだと思ったら、また投げて、またボールで、またピッチャーが。ってしたら、いきなり、よし、行くぞで、マウンドまで上がっていって、お前審判がボールって言って、何で、あの、変な顔してるんだって言って、説教した。暑いな、この人クラスマッチでと思うかも。月曜日の朝学校行きました、うん、まあなんか昼が机に一人座ってまたこうしてましょう、ガッキューシャッターの降りとう、ガッキュー時々シャッターの降りとう時なの、今日シャッターの降りとうがいいって友達と、なんかあったとやろかって、よし聞いてきてんじゃん、話したって言ったら、昨日、俺たちの友達が一人学校に来れもなったわけ、ちょっと悪いことしたそしたら、その悪いことをしたのは自分のせいだって言うわけ、ヒデが。で、なんでって言ったら、日曜日に佐賀に遊びに行くのに待ち合わせらして1時間遅れて行ったらしいよ、ヒデが。ただ1時間遅れた間にちょっと悪いことしちゃった、その連れが。で、それはもう自分のせいだって、俺がちゃんと時間通りに行ってればそんなことはなかった、まあ、ちゃんと、ね、普通に遊んで帰るだけだったのに、俺のせいで、俺のせいだって、なんか真面目か真面目かまあ俺たちはね、関係高いよね。帰ってきたね、そういう、うん、最後そういうの涙の、はい、ちょっとした手紙が、じゃん、手紙書いてきました、うん、おー、もういうこと、あ、ごめんごめん、布袋さんに幼児さんが江頭さんに手紙を書いてきましたよ。おー、お願いします。親兄弟にもね、女の人にも手紙書いたことが、人生初めて書いた、人生初めて、字が、どこまで江頭秀治君、秀と出会って40年以上経ちました。高校の時に初めて会った時のこと覚えていますか？覚えてないですよね。昨日のことのように覚えてたらよかったのに、私も覚えてませんとにかく高校2年生からいつも一緒にいたような気がします。2人で校舎の屋上から運動場の向こうに湧き上がる入道雲を見ながら、俺たちどんな大人になるんだろうかとか、青春ドラマしとけばよかったですよね。そしたら今日紹介できたら惜しかったですね。あと盗んだバイクで走り出したり、夜の校舎窓ガラス壊して回ったり、岸のベッドの上で優しさを持ち合ったり尾崎の歌が流行ったら高校卒業してからでしたね。というわけで今日は思い出作りに30年後の話をしたいと思いましたが、誰が生きてるかなって寂しくなる話しか浮かばないのでやめておきましょう。でもせっかくなので本当の思い出の一つくらい紹介したいと思います。高2の時の話は覚えていますか？とにかくプロレスのことをたくさん教えてもらいました。プロレス小テスト覚えてますか？10問中8問正解したら昼休みにジュースを奢ってくれていましたね。しかし私が正解できなくてもジュースを要求することはもなく、お前がプロレスのことを知ってくれるだけで十分だからと言って毎回満点を取るようになってもせっせと喜んでテストを作ってくれていましたね。本当楽しい思い出に感謝です。ジュースごちそうさまでした。あと休み時間トランプで負けそうな時、突然なんだこの野郎って猪木が降りてきて全開で騒ぐ日では輝いていました。周りはうるさくて迷惑でしたが、まあ楽しそうだからいいかなっていう感じでした。最後に、世間には、嘘みたいな秀のいい人伝説がたくさんありますが、でも秀だったら本当かもって思わせるところが憎いですね。これからも秀との友達はずっと変わりませんので、あんまり無理せず体に気をつけて、まあ、ぼちぼちやっていってください。秀、今日は、夢の彼方に連れ去ってくれてありがとう。秀の師匠より追伸、
ヒデが前に PPP で、高校の時は俺は2番で幼児が一番面白かったと言ってくれて、周りから、本当ですかと聞かれるので、あの話はちょっと持ってあって、本当はエガちゃんは26番で俺は25番だったというふうに説明してます。ありがとうございます。足からです。終わり。ありがとうございました。いや、いい手紙でしたね。今日は久々にちょっとお会いして皆さんと、やっぱり、やっぱみんな変わってないよ。やっぱり元気出るね。とにかくエガチャンネル頑張るんで、これからも応援してください。ありがとうございました。よくわかりません。すごいな。うましが。この手の次ですよ。